ってまいりました。ここはね、島根県、大きな島ですね。ね、すごいいい雰囲気ですね。5月の中旬ね。早速ね、朝一番釣りしていきたいと思います。すごい静かな海ですね。これから、時間経過とともに、ね、風が上がってくる予報、まあ、そんなね変化を釣っていこうと、いった形です。今日はね、ジガロ、3兄弟、ね、ノーマルのジガロ、それからマッシブ QR と、いった形で使い分けながらね狙っていきたいと思います。まずはね、今、ノーマルのジガロ、ここからね釣りを始めてます。ロッドはね、ショアガンエボルブ103の、トリプル XH、ね、朝一番、まあ両系のねフォーカス性期待して一番強いタックルから入ってます、ね、合わせてる場合は今、天台トレーム6号入れてます。まあ、ここからね日が高くなるせいで、渋い状況を釣っていくのに、まあ、一つずつ、タックルを繊細にしていくわけなんですけども、まあ、自身の中ではね、かなり強いパック、ここからね釣りを始めていきます。特に今変化があるわけではないんですけど、ね、ここ結構ね魚が浮遊してきたり、まあ、周りでね、追い出すとね手元に違和感となって現れることが結構あります。今はね少しね重くなるんですね。これが逆にね軽く抜けるような感覚になってみたり、ちょっとねさまざまに出るんですけども、そこからね今、少しピッチ落としました、ね、もしくはねずっとイーブンピッチ刻んでいく、逆に、スピード上げていくといった形でね、あのどっかにね必ず追ってきて反応させられる、方法があるんで、まあ、それをね今度、また違うパターンで試していく場合によってはね、落とした方がいいっていう時もありますんでね。ここはねフルキャストした先でだいたい25メーター前後ですかね、水深があります。よっしゃ、あー、やってきた。今ね2回に落としたところ100当たってきましたね。もう一回ガッツ、同じようなパターンで、今フルキャストして、しゃくり上げて、そこからもう一度落として、でそこからもう一回ね、ワンピッチしてきたところで当たってきましたね。なんだろうね、稲田かなんかのちょっとサイズが小さいやつだったのかな。よっしゃ、くった。少し跳ね気味のジガロ当たってくるけど、これは2回目だね。
よし、少しね水面が波立ってきましたね。風正面からですけど受けてます。日中ね多少波気があった方が釣りはやすイージーになる傾向があります。魚がね結構口使いやすい、まあ、とはいえね、渋い状況に変わりはないんで、とね、メインラインを今4号まで落として、ね、少し繊細に釣っていきましょう。今マッシブの100を入れてます。朝一ね、ジガロ100でね、何発か反応はもらってます。もしかしたらねちょっとねサイズが小さい魚のね、のかなっていうような、当たり方、それが複数回ありました、まあ、ちょっとまだね正体見れてないんで、まずはちょっとそのさ魚の姿を見たいなっていうところですね。下の魚だ。着底と同時に降ってきましたね。おお、カサゴ、これは、うっかりカサゴです。どちらかというとね、こう水深のあるオフショアなんかでよくね、姿を見せてくる方のカサゴですね。着底と同時、ね、はい、ね、今着底と同時にね食ってきたのね、カサゴなんです。これね、うっかりカサゴですね、まあ普通のカサゴと何が違うのってこのね模様なんですけど、この黒縁の白斑点、これがねうっかりカサゴの特徴なんですね。ノーマルのねカサゴにはねこの黒縁斑点っていうのはない。時々結構ね見間違えるような個体結構いますけどね、これはね大きくなりますね本当に、50センチとかねなるね、このカサゴ。ちょっと急がないしよう。さあ、日中ね日が高くなったタイミング、朝一番の一層から今、手代わりしまして少しね東側の一層にね、付け直してもらいました、タックルもね少し繊細にアプローチしていくのにね、シュアガンエボルブ106の XXH、これに持ち替えてメインは4号ジガロの100からねもう一度ちょっと、釣りを組み立て直していきたいと思います。急ぎ輪は 2,3 センチのベイトはいますね。
飛魚がちょっと大きかったんですけどね、飛んだんですね。チェス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 、追ってる追ってる追ってる、よし、来た、よし、よし、いいことがたいですよ。おお、太ってる、丸々してる。あー、やりましたね。ちょっと時間かかっちゃいましたね。よし、ね、わらさん、いいファイトしましたね。ジグはね、ジガロの100ですね。ね、今ね、日中日が高くなってから、ね、呼吸がね、パパパッと散ったんですね。そっから入りましたね。もう見えてた上ね、あんな感じでブワーってね、追ってくる迫力ですよね。さあ、もうね、本当に正午を回ってからのタイミングでしたね。ずっと、レンジをね、探ってったんですよ。ここでね、一発ね、水面のゲーム、意識してるバランサーの腕ですね。お、まだいる、まだいる。よし、おお、まだいます。今ね、ジガロの100を使ってますね。まあ、ちょっとね、遠いところに飛びが飛んだのが一つで飛距離をと、いうことと、まあ、速い動きでもね、しっかり追従してきてる。これがね、多少反応が鈍くなってきたら QR に変えて、一定レンジでね、じっくり誘っていくっていう形で、釣り込んでいけば比較的地合いが長そうなイメージはありますね。で、少しね、こう、スキッピングな要素を入れてね、スピング水面スプラッシュさせてくることでね、ジグの存在をアピールしています。まあ、それによってね、同時にスイッチ入れちゃうといった形の釣り方でできますね。ね、もう今完全にこうトップに近い、もう水面の地合いですよね。で、まあ、こういう時ね、ジグこうキャストする時のね、まあ、ちょっとしたコツなんですけど、着水の前にね、ベル返しちゃうんですね。本当に一瞬前ぐらい。いつもだったらね、フリーなんですけど、この着水前に返して、で、そこからすぐにこう、アクション入れていくと、まあ、着水からすぐにね、アクションが
できるんで、ジグはね、こう水面突き破って着水してかなりの勢いで沈んでいきますんでね、最初初速ね、それをね、抑えていく、でかつねすぐにアクションを入れるということで、まあ、こういったね釣りがね、ジグの釣りであるので、まあ、一つね、展開をスムーズにしていく、まあ、ちょっとしたねコツになりますね。これね、あのシーラ船とかね、こうボートのキャスティングから進んでる進行方向に対してルアーをキャストする際も同じような形になりますね。ラインスラックを作らない、着水をすぐにアクションしてワンアクションで食わせると、いうような釣りの時はね、着水前にレールを、ね、返していくということでね、すぐルアーを立ち上げることができる、ね、もうものの5分10分で今、上の意識している魚は抜けたんですけども、ね、その間にね、いかにかけていくか、いや凄まじかったですね、今のタイミングね。ね、今使っているロッドはこちらね、ソワガンエボルブの106の XXH、ね、まあ、一番強いのは103のトリプル XH、 その一つ柔らかいクラス、ソフトなクラスのロッドを今、使っているんですけどもね、まあ、この5、6キロクラスの、バラサ当時丸ごと呼ばれるサイズ、ね、かけてね、こんだけ余裕にね、魚退治ができるだけのパワーを備えてます、ね、実際もう魚の頭こっち向かせてね、ファイトしてくると、まあ、ことね、水深が浅いところでかけた魚はね、こういった形で竿のパワーを生かしてね、寄せてくるとね、キャッチの確率が上がってきますね。エボルブ106のダブル XH、ね、これだけのパワー秘めてますんでね、はい、10キロクラスを想定した釣り、ね、十分対応していくロッド、まだね余裕はあります。ちょっとね今ツインパイプ入れてましたけど、ロングパイク入れてみよう。少しだけねアシスト部分を長くしてみます。揃ってますね。よし。おー、まるまる、サクってるね。はい、やりましたね。一回り太くなったかな。だいぶサクってますね。すごい元気。ね。うん、いいファイト。ね、ジガロの100。
フックをね、ツインパイクから今ね、ロングパイク変えて、しっかり入りましたね、口にね。はい、そういうわけでね、今日は5月の中旬のね、ここ沖ノ島のね、海をね、釣っていきましたね、ショアガンエボルブ、朝一番はね、103のトリプル XH から入って、まあ今日が高くなったタイミングでね、106のダブル XH に持ち替えました。で、朝はね、まあ、各レンジ探ってったところで中層ないしボトム付近でね、割とこうちょっと弱々しいあたりね、ちょっかい出してくるようなバイトはね、拾えたんですけど、魚をね、かけるまでいかなかった、いった形なんですけどもね、だいぶ日が昇ってね、まあ、起き上がり寸前なんですけど、トビウオがね、パパッと飛んだんですね。で、まあ、トビウオがね、飛ぶともういよいよ魚を上見出すんで、ジガロのスキッピング、ね、これでね、かなりチェイスありましたね、面白い釣りができました。で、まあ、本当トビウオがね、飛び出すとね、これまあ地域関係なくかなりね、上の釣りになってきます。まあ、今日みたいにスキッピングが有効な時もあればね、一つね、サーフェスラインにした、水面直下の早引きね、そんな釣りが有効になったりします。で、今日はね、なおかつ、まあ、追っては来るんだけどなかなか口に入らないという形で、まあ、フックもね、ツインパイクから今これロングパイクという形で、変えたところでね、しっかり口に入る、まあ、いった形でちょっとずつね、アジャストしていくことでね、魚を釣ることができました、ね、今日は一日最高に楽しむことができましたね